加藤博加藤博は、秋田県山本郡藤里町出身の元高校教諭、バスケットボール指導者。野城工業高校バスケットボール部の礎を築いた名称として知られる。野城工在学中は1年で、創部以来初となるインターハイを経験し、日本体育大学でも選手として活躍、選手時代のポジションはセンターだった。卒業後は、 高校教諭となり、母校である野代校に保健体育教員として赴任するとともに、バスケットボール部監督に就任。4年目で10年ぶり2度目となるインターハイ出場に導き、以降全国大会の常連に定着。1967年には埼玉国体で初出場初優勝の快挙を成し遂げ、1970年にはインターハイ初優勝にも導いた。 1975年には、史上初となる春の選抜も合わせた、高校参観。1985年には、インターハイ7連覇を達成。1990年、監督職を、自身の教え子でありコーチであった、加藤光彦に全城し優待。全国タイトルは33回にも上る。その後は、京都、秋田県立スポーツ会館館長。 秋田県教育庁保健体育課課長、秋田県教育庁参事なども歴任。1997年に、野代高校長に就任。1998年に定年退職。野代山本スポーツリゾートセンターアリナス館長に就任。秋田県バスケットボール協会会長、東北バスケットボール協会会長も歴任した。2018年3月4日13時20分。 腺が癌のため、秋田県の白市内の病院で死去。80歳没。ありがとうございます。